皆さん、こんにちは。インターン生の小峰と申します。前回に引き続き、仮面ライダーの変身ベルト、おもちゃについてお話しさせていただきます。今回紹介させていただくのは、平成仮面ライダーシリーズの最終作にて登場する、仮面ライダージオーにて登場するサブライダーの仮面ライダーディケイドに変身するためのアイテム、デラックスネオディケイドライバーです。で、変身ベルトの説明をする前に、このディケイドという仮面ライダーについて少し説明させていただきます。ディケイドはもともと平成仮面ライダー10作品目である仮面ライダーディケイドの主人公ライダーでしたが、20作品目である仮面ライダージオウの特別ゲストとして登場しました。そこで、デラックスネオディケイドライバーというものを説明する上で欠かせない、ディケイドの能力というものがありまして、それは、今までの全ての平成仮面ライダー作品の主役仮面ライダーに変身することができるという能力です。で、ここから変身ベルトの説明、あ、変身ベルトの変身手順の説明をさせていただきます。ネオディケイドライバーを用いて変身する際には、ネオディケイドライバー本体と付属品である仮面ライドカードというカードを使います。で、変身点順はまずネオディケイドライバーの右側と左側にある取っ手を開き、引いて、カードの挿入口を上にします。で、仮面ライドカード1枚をその挿入口に入れて、先ほど引っ張った取っ手を押すと変身完了です。それではじゃあ本題のここがすごいと思える部分についてなんですが、このデラックスネオディケイドライバーは、なんと、今までの平成主役仮面ライダー全員の変身音を鳴らすことができます。ディケイドはその平成仮面ライダー20作品それぞれの主役ライダーに対応する、先ほど言ったカードを使用することでそれぞれ主役ライダーに変身します。なので、先ほどの変身手順の2番において、入れた仮面ライドカードに対応する変身音が鳴るということです。1つの変身ベルトに関わらず、20種の変身音が聞けるという大変盛りだくさんな内容となっています。平成仮面ライダー1作品目が、2000年、正しくは1999年から、20作品目が、2019年まで、放送されていたので、約20年間の記録がこのアイテムに詰まっているということです。で、まさに、子供から大人まで楽しめるアイテムとなっているのではないでしょうか。詳しい情報は、URL を、載せていますので、そちらを、ご覧ください。ここまで、そのデラックスネオディケイドライバーについて説明してきたのですが、残念ながらこちら、プレミアムバンダイ様からの完全受注生産となっているので、現在その手に入れることが非常に困難であると思われます。ですので、再販する可能性はあるのですが、祈るしかないという状況です。以上、デラックスネオディケイドライバーの紹介でした。この動画が、気に入ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。